法務省は子どもをめぐるさまざまな人権問題の解決に向け、8月23日の水曜日から29日の火曜日までの期間、全国一斉子どもの人権相談強化診断を実施します。専用ラインで0100-007北海道、東京、九州、沖縄、奄美、沖縄、